はいどうも皆さんこんにちは。 BC スウェルワイドリフト部門 ADC 担当のビビロイヤルことフミヤッチョです。同じくサポート担当のレックスです。はい、本日はハジロルハジリフシャープ01としてリーグオブレジェンズおよびワイルドリフトの基本ルールと試合の流れを紹介します。お願いします。ロル、ワイリフともに基本ルールは同様です。つまりロルのルールを理解すればワイリフを楽しめ、ワイリフのルールを理解すればロールを楽しむことができます。プレイしなくても互いの e スポーツ観戦が楽しめるというわけです。一石二鳥というわけですね。はい、またゲームの魅力、始め方を説明しているシャープ00をご覧になっていない方は概要欄からチェックしてくださいね。それでは一緒にロール&ワイリフの魅力を学んでいきましょう。おー、ロールはチームで戦うストラテジーゲームです。プレイヤーはチャンピオンと呼ばれるキャラクターを操作し対戦します。対戦は5人対5人のチーム戦で、相手チームの本拠地であるネクサスを破壊することで勝利を手にすることができます。またロルは試合ごとにゲーム状況がリセットされます。毎試合同じ条件からスタートするというわけです。プレイヤーはいきなりネクサスを破壊することはできません。ネクサスはタワーやインヒビタワーと呼ばれる石像に守られており、これらの石像はトップレーン、ミッドレーン、ボットレーンと呼ばれる3つの道ごとに設置されています。プレイヤーはこれらの石像をレーンごとに手前から順番に破壊する必要があります。つまりレーンのタワーとインヒビターは全部破壊しなきゃいけないってことなんですかね。ノン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 、違います。トップ、ミッド、ボットのいずれかのレーンのタワー&インヒビタワーを破壊すれば、そのレーンからネクサスを破壊することができます。なるほど。次に試合の流れを説明します。詳細な説明は次回以降の動画にてするから、今回は試合の全体的な流れに注目して見てみてね。マッチング後、プレイヤーはチャンピオンをピックします。10人がチャンピオンをピックしたらいよいよ試合開始となります。試合が開始したらショップにてビルドという装備を購入します。その後プレイヤーはトップに1名、ミッドに1名、ボットに2名に分かれて進行します。残り1人はどこに行くんですか？残り1人はジャングルと呼ばれるレーンとレーンの間の森に向かいます。このプレイヤーはジャングラーと呼ばれます。なるほど。ジャングルには中立モンスターと呼ばれるモンスターがいるため、それらを狩ることで経験値を獲得していったり、各レーンの手助けをします。各レーンに小さい兵士が流れてきてるけど、あれは何ですか？これはミニオンと呼ばれる兵士ユニットになります。第6のプレイヤーと呼ばれるぐらい頼もしい味方となっておりまして、タワーの攻撃を代わりに受けてくれたり、相手チャンピオンを攻撃してくれたりもします。相手のミニオンを倒すことで経験値やゴールドを稼ぐこともできるんだぞ。なるほど。相手チャンピオンを倒したらタワーへアプローチしましょう。ミニオンがいない状態でタワーへ攻撃しても、タワーから強力な反撃をされたり防御力が上がったりするので、ミニオンが来るのを待ってから破壊しよう。なんか強そうな中立モンスターがいますけど、これは何ですか？これはドラゴン、ヘラルド、バロンだね。これらモンスターを狩るとチーム全体にお金が入ったり、強力なもう強化能力が手に入ったりします。これらの中立モンスターをめぐって5人が集まって集団戦が起きたりします。集団戦を制し、タワーやインヒビターを破壊し終わったら、いよいよネクサスを攻撃することができます。敵の本拠地が目の前にあるので、敵チャンピオンを倒してからネクサスを破壊しよう。ゲームの流れについておさらいします。1、チャンピオンをピック。2、ビルドを購入。3、レーンで相手と戦う。4、タワーやインヒビターの石像を破壊する。中立モンスターを獲得。集団戦を行う。5、ネクサスを破壊する。これらが試合の一連の流れだよ。なるほど。次回以降の動画では次のステップや初心者向けの動画を投稿していきます。ライブ配信も行っているので、ぜひ遊びに来てください。また、チャンネル登録、高評価をお願いいたします。では、次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。